dùng cơ tâm mùa nằm bà tờ cơ ngã đi lộ nhà vụt gọn nằm cơ tăng dinh chọc tùm bà chân bày ấn tế nông chế chun đề yông lộ nhà tế thịnh ngô chế chun xì cơ sân tăng bí quả đình chế chun đề ấn 皆様、日本の観客の皆様、今日は私が主演を務めましたこの映画「気球」という映画をご覧になってくださり大変ありがとうございます。それ大丈夫ですか？はい、ありがとうございました。どのような形でペンバツェテン監督と知り合って、そして映画に出るようになったのかと、まあ、去年飛行された羊もそうですが、そのあたりの話をお聞きしたいと思います。원베스탄 만에 토탐오 녹냥 탈로 체근 등도 성화고 신나 다가 더 니스통 주유제 도시 私도 베마체텐 감독과 初めて 出会いましたの 2014년의 것となります. 다가 뭐 신나 다인다 다 니스통 가리 주유당로 그리고 대 락마르시 팀토 조제로 다른데 무강 세대 많이 맡았다 대회 양질이네요나. 그리고 2014년에 처음에 이곳에 가려다 희주지という 작품을一緒に作りまして, 그리고 2018년에 이곳의기구という 작품을 제작いたしました. 다가 다가 마스터 나냐 시그 마선나 급변할 거기 때문에 처음에 로드 세팅이 연 팀도생의 성사례 시그 성사례한 사례에 접고요. 대마츠텐 감독은 私にとっては 先生でもあります. 色々なことを教えてくださる 先生でもありつつ, または また友人でもあります. 토크동어와마츠텐 모시체포 감독과마츠텐 베진의 사내성 베이마냐 모시네. 一番最初に私が 대마츠텐 감독과 会った時, 私は 대마츠 감독に 会うために 베이징에 行きました. そこで 知り合うことができました. そのペマセタンの知り合う前というのは映画等に出たことがあったんでしょうか、あるいはなんか他の仕事をしていらっしゃったのか、そのあたりを聞きたいと思います。ニルトンチクツグロロニャンズがニャントンテミニャントンでトンエズステージョンは다만다 다지통 주제도 소마도 그냥 그리까지는 되겠다. 처음에 영화에 출연했다. 2011년이나ります. 단편 소설에 출연한 경험이 아ります. その後 2010년から 본격적인 영화의 仕事를 始めるようになりました. 근데 그냥 마차 통화하는데 송나네 제 단양에서 보시는 TV에 지금 TV. 와서는 개개인데 예, 와서는 양 자카르카 비카리 알리에 티비제 다타르 장아 콜로니안 마타나 이거 비카 장아벤 티비스. 영화 제작에 관여할 前は 소작 활동, 시야 문학 등의 소작 활동을 行う 학과 교인도 한 적이 있습니다. 또 정부의 仕事 등에도 관여한 적이 있습니다. 하지만 현재는 영화의 仕事のみで 다른 仕事は 行っ ておりません. この映画で、ね、羊など多くの動物を扱うシーンがありましたが、今のお話ではあまりそういった経験はなかったかとは思います、ね、以前の仕事では、そういったところは動物との取り扱い、まあ、トレーニングを受けられたか、あるいはそれは、ね、自然にできたものか、そういったところをお話しください。또 나 총두는 성원 조금 적장에 낙선 놓더니 그래서 소그램 쓰는 일그램 쓰는 일다른 쓰는 私は 목축을 行っている地域で生まれ育ちましたので 昔子供の頃から羊を飼った経験があります. いろいろ考えさせられる作品でした。ありがとうございます。それでとても子役の子供たちとですね、お父さんの触れ合いというか演技がとても自然で本当 の家族のように見えたんですけど、子供たちと の演技は難しかったですか、それとも
元教員をなさっていたということで、いや簡単だったよということなのか、どちらかをお伺いしたいです。저희 저거는 뭐 마침 잡던 마이 공간에 망망하래 잡던 마중 하네 대단나 간다 망하이 다그 자이 소는 가에 송 할라니 지금 그모레 전 팀이 간다 망하이 로켄지 그래서 같이 할 때 고였나 저고였나 그 무시하게 팀이 나네 지금 로지오 고름 저거 고 대이자로 로켄지는 거네. 子役たちをに演技させるためには、演技を始める前に何日も一緒に過ごし、まあ、お小遣いをあげてみたりとか、いろいろなんか好きなことを言わせたりとか、コミュニケーションする時間が必要です。다그동안잡던바들은전나잡던도시그여그런나가여자바들잡고주한테전나또안나만나또뒤통나저도그러고다섯만원에주만원에맨내시를다가나중에그렇게뜨는시탑탑조선종활동있고저런가손날에대비만들어야되시그시기잡나그때나니딘조신호사회에서고대사서그나딘가그런조성아예나뜨는거지俳優となりますと、私は偽物に まるで本当に存在するかのような人物を演じたくてはいけないんですけれども、まあ、今回私たちの演技が良かったと皆さんおっしゃってくださるんですけども、それはおそらく、まあ、うまく演技できたからではないかな、このようなコミュニケーションがうまくいったからではないかなと思われます。어떠단첫뒤주말만놓다단첫동그래지해양세인지첫등면으로양세는다시사용했지진지고요그우선은연기는모든연기의中で良いものだというふうに考えております。아어떻게 English 된 Sure son. Okay, send Japanese. Okay, good. First of all, congratulations. Give the chance to see this film, Ichimo-san. In this festival this year. And also I want to say this film is very pure, very primitive, pure cinema, pure acting, life, everything, editing, everything is very, you know, after a long time we see something like that. And just I want to know relationship, two things, between the gentleman as an actor with the kids and family, how long takes time to get together? This is the one thing. Another thing about the script. A script, you know, I want to know from beginning, before the shooting, A to Z already wrote it, or improvised every day, or they look into next day what's going on about the characters. And anyway, thank you very much. Great movie. こういう素晴らしい作品を選んでいただいて千山さん、そしてフィルメイクさん、本当にありがとうございます。そして2つ質問あるんですけども、まずこんなピュアな映画は本当純粋で、編集もサウンドもアクティングも演出もみんな素晴らしい映画は初めて、久しぶりで見て本当に嬉しかったです。で、2つ質問あるんですけども、1つはその家族になる、まあ、子供たちとか他の、まあ、奥さんとかそういう役たちは家族を作るためにどれぐらい時間かかったんでしょうか。そういう家族のよくそういうフィルムが出てたので。そしてその脚本なんですけれども、最初から終わりまでスクリプトは完全に書かれていたのか、またはその偶然を手に入れながら毎日の撮影の時でいろいろ足していたのか、どうでしょうか。자이다가는로즈부터쳤다다전투소년마치공에몸마소인나다스기연나팀이때만에서못한적이나연나자고하세요지금도괜찮은가하세요
이게 탑송 탑송 배정원다가 탑송한테 제가 뒤통에 주의 때문에 다치서 보므로고 쇼터는 너무 많아요. 1つ目の質問にお答えします。子どもたちと子どもと親の関係ですとか夫婦の関係などに関してですね、この人間構築をするために1ヶ月ほどの時間準備の時間を要しました。その中で、人間関係というか家族としての、コミュニケーションをとあの演じるための準備をしていったわけです。2番目につきましてはもともとスクリプトはできていたんですけれども、その後で演じる、撮影する中で少しずつ修正を加えていったという、ことになります。Тинтуа Лохнянта Гонин Сунган Джига Варе Таре Тапин Тапин Йонгче Тими Юрши Джире Даре Мачу Йонг Тапсунда Йонгкан Самдин Тапго Ну Тапго Тага Хама Даре Учир Датта Джангу Чата Таи Курам Тапта Таре Йонгчу Тими Манга Юджи Мари Даре Лохнян Тапну Гутте Тутсу Завах Чигни Тирама там лопко-лопко-лопко-лопко варцов тиша-тиша-тиша-тиша тим и... Сури? はい、撮影を始めまして、頭からあの順番に撮影したわけではありません。この撮影の間の 1,2 ヶ月の間に演技がだんだん上手くなっていったので、それに応じてあの場面を演じていったということになります。